海外などで国際平和について学んだ高校生たちが半年間の研修を終え成果を報告しました。国際的な人材輩出を目的に県などが企画したグローバル未来塾には高校生22人が参加しました。去年7月から行われた研修では長崎の原爆資料館を見学したり、先月にはフィリピンで現地の若者と交流するなど、核軍縮や国際平和のための課題などを学習。半年間の研修を終えて感じたことを英語で報告しました。広島に住む高校生として核兵器に対して気持ちが強い高校生が多いと思うんですよ。そういう意見を世界へ発信していくことが最も重要かなというふうに考えています。この研修は7回目で、来年度も高校生の参加者を募集する予定です。